ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第7節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。シュート、華麗なドリブル、主審ファールを取りました。主審ファールを取りました。キーパーが壁に指示を出しています。コーナーキックです。多彩な攻撃を見せてくれるか。ジャンプ、さあ、どちらのボールになるのか。華麗なドリブル、ドリブル、フリーにさせてはいけない。折り返す、ボールを囲んでいきます。これはコーナーキック。華麗なドリブル、ワンツ競り合う、シュート、
ッドパス。前半35分をすでに過ぎました。一度見てみましょう。こぼれ球を押し込んだ。オフサイドの網にはかからない。ここで折り返す。おっと、足がかかった。ガンガンプレスをかけます。前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。さあここからどう攻める。エリアに虹をかけます。ふわっと上げる。これはゴールキック。シュート。コーナーキックです。さあチャンス到来。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。クロス。ここはキーパーがキャッチ。オフサイドはない。ヘッドでつなぐ。これは危険だ。中に絞ってきた。ハイボールを競り合う。ナイスファイト。
スローインです。センタリング、プレーを切ります。シュート、リザーブの選手が体を動かしています。よくしのいだ。スローインです。交代した選手がサポーターの声援を受けています。ヘディング、スーパーセーブ。ヘッドで、危ない。ファーサイド。シュート。キャッチされた。頭でつないで。ここからスローイン。いいパスが出た。シュート。さあどちらのボールになるのか。ハーポストを狙った。おっと、ファールを取られました。このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。来た。これはゴールキック。スタンド狙ってんのか。チャンスボールになるか。シュート。これはゴールキック。失敗。ヘッドでパスを送る。おっと、ファールを取られました。守り切った。ここで折り返す。ジャンプ。試合終了です。1点差という、まさに白鳥を踏むようにして勝利を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。